ピーター・グラントは、イングランド出身のミュージシャンマネージャー、エグゼクティブプロデューサー、音楽レベル、スワンソング代表、ロックバンド、レッド・ツェッペリン、バッド・カンパニーらの元マネージャーとして知られる。レッド・ツェッペリンを世界的グループに育て上げ、その功績を称えて、レッド・ツェッペリンを導いた男、5人目のツェッペリンとも、呼ばれた。 ピーター・グラントはもともと音楽畑の人間ではなかった。劇場の裏方や、用心棒にプロレスラーなど様々な職を転々とした、あと、1958年から1963年の間には、早くとしてだが俳優として、複数の映画にも出演した。1963年、未だ相当に暴力的であった、ロックビジネスに興味を持ち、 イギリスの大物プロモーターであるドン・アーデンのもと、アメリカから都営するスターのツアーマネージャーとして仕事をするようになる。その後、友人の音楽プロデューサー、ミッキー・モストと共にプロダクションを設立し、ヤードバーズ、ジェフ・ベックグループなどのマネジメントを担当した。ジェフ・ベックグループのデビューアルバムである、トゥルースには、グラントの名がプロデューサーとして入っていた。 ヤードバーズのギタリストであったジミー・ペイジとの進行を経て、レッド・ツェッペリンのマネジメントを担当するようになる。ツェッペリンの各アルバムにはエグゼクティブ・プロデューサーとして、グラントの名が入っており、巨額の収入を得ていたが、自身の死後その名は外されている。また、1974年から1983年にかけて、レッド・ツェッペリンのレコードレーベル、 スワン・ソングの社長を務めてもいる。レッド・ツェッペリン解散後もマネジメントの仕事を続けていたが、ツェッペリンマネージャー時代常用していたドラッグの後遺症と糖尿病に苦しみ、レーベルを解体し半ば隠居状態になる。晩年に後遺症は克服したものの表舞台には戻らず、1995年に静かにこの世を去った。レッド・ツェッペリン・シカゴ公園。 ピーター・グラントは優れた商売感と時に強引な手法で当時の音楽業界の常識を次々と破壊していった。当時の業界はプロモーターの買い手市場であり不公平な契約を結ばされることもしばしばであった。ピーターはそれを良しとせず客はプロモーターや会場にではなくバンドに金を払うと主張した。それまでのコンサートでは バンドとプロモーターの間のチケット売り上げの取り分の比率は1、9はザラで人気スターでも5、5が普通であり最高に良くても6、4が相場であった。チェッペリンのデビュー半年後には9、1の取り分を得ることに成功する。これは前代未聞であった。ローリングストーンズのような他の人気バンドはマスコミを使って大掛かりな宣伝を行っていたが、 セッペリンは宣伝しなくとも1時間でチケットが売れ切れる絶大の人気があったことからできることであった。このことは各地のプロモーターとの圧力を生んだ。結果として、セッペリンは世界のどのバンドよりも巨額の収入を得ることとなった。また、当時のマネージャーはバンドが演奏するライブ会場に帯同することは稀であったが、ピーターは常にセッペリンに帯同して、 彼らが最高のパフォーマンスを発揮できるよう気を配った。レッド・ツェッペリン・ホース・アルバムに使用したメンバー4人のシンボルバンドのマネジメント及びマーケティングを担当する人物としてピーターは見事に現実的であった。一例を挙げればジャケットに一切の文字のないレッド・ツェッペリン4枚目のアルバム発売の際自殺行為であると大反対したレコード会社の重役たちをなだめすかし、 かつ、方の発売をあらかじめファンの間に提示しておくことで、名前がないことを逆に話題に変えてみせ、商業的にマイナスであったものを見事にプラスに、消化している。また、チェッペリンは TV 露出を嫌ったことを逆に利用し、極力メディア露出を控えると同時に、ランチキ騒ぎやスキャンダルの噂を広めることにより、神秘的で危険なロックスターとしてのパブリックイメージを見事に喪失し、 チェッペリンファンであることは高も危険で刺激的な秘密のクラブに属しているかのように演出してみせたこともピーターの功績であったと言えるであろう。レッドチェッペリンから自身のレーベルスワンソングの社長も任されていることからも彼らのピーターの能力に対する信頼の高さが伺える。信頼関係が深かった当時のジミーページ同時にピーターは セッペリンの暴力的な側面を象徴する存在でもある。バンドのマネージャーとして190センチメートル前後の身長と超ヘビー級の体重を生かし、警備も担当していたピーターにひどい目に合わされたと証言する人物は数多い。特に海賊番号を作ろうと録音機を持ち込んだり、ビデオやカメラを持ち込もうとした人間は、ほぼ例外なく悲惨な目に遭わされたという。 録音機を暴力的な手段で破壊するのは日常茶飯事であり、1970年代後半には暴力的傾向がさらにエスカレートしていき、プロモーター側が雇った警備員を死刑に合わせたり、政府から派遣された騒音調査の人間を海賊番業者と勘違いして暴力を振るうなどして、たびたび警察から事情聴取を受けている。また、 バンドの周囲に蔓延していた薬物家の中心にいた人物でもあり、ジミー・ページと同様に1980年代は後遺症に苦しむこととなる。ただ、彼の一連の暴力行為はすべてバンドの利益のためであり、ツェッペリンのためであったことを付け加えておかねばなるまい。海賊版業者やカメラを持ち込む人間に厳しかったのは、サウンドや肖像権に関わりを持つジミー・ページを配慮しての 行動であったし、時に過剰に思えた警備はすべて、チェッペリンのメンバーを守るためのものであった。しかしその絶大な人気のため、世界一海賊版が出回るバンドとなってしまう。1970年代、特にアメリカではチェッペリンは、熱烈に歓迎されたと同時に、ひどく憎まれてもいた。事実、保守的なアメリカの南部の州では彼らの命を狙う、ものすらいた ピーター・グラントは映画レッドチェッペリン強熱のライブにも出演しており、オープニングで機関銃を連射するギャングを演じているほか、中間部でプロモーターのずさんな管理体制をなじっている場面が映されている。ありがとうございます。